こんにちは、即会塾の久保です。今回はサラリーマン YouTuberJ さんの変身動画に変身する動画になっております。えっ、ー、とね、元動画は概要欄につけておきますので、そちらの方をご覧いただきたいんですけども、サラリーマンとして生きてきてですね、副業したいなとか、別の収入の柱を持ちたいなとかこれね、皆さん感じることだと思います。まず一つの考えとしては、サラリーマンとして働いていると、自分のお給料、 から自分のお小遣いっってて決まってきまきすよね今平均で2万円から3万円の間がサラリーマンのの平均のお小遣いいだと思います例えば25万なり30万なりを、まあ、お給料として稼いでくるそのうちの、まあ、3万円ね使えたら結構ラッキーな方だと思いますけども3万円使ってる時にああと1万あればな2万あればなっていう瞬間ってあると思うんですよ。じゃあ 副業としてその1万2万をこっそり自分で稼いじゃおうっていうねそんな動機もあると思いますしまあお子さんがいらっしゃる方でしたらね子供の教育資金をちょっとプラスアルファで稼ぎたいなとかね思うこともあるかもしれませんまた奥さんにちょっと素敵なプレゼントをしたいなと思う時も普段のお小遣い3万円の月のお小遣い年間で36万これではちょっと足りないかなとやっぱりプレゼントとしては5万円なり10万円なりみたいなね もを買ってちょっとこう、ね、まあそういうさまざまな動機からサラリーマンとして働いていてもなんとかね自分だけの収入源稼いだら稼いだだけ自分のものにこっそりできるようなものが欲しいなと思うのは無理からのことですまあだからねその時に何をするかなんですけどもサラリーマンとして働いてるプラスアルファこっちで仕事作業例えば深夜の牛丼屋で仕事とか家庭教師をしていくらみたいなのは結構ね ハードですよね。続かないんですよですので私がおすすめするのはサラリーマンとして働いていることがそのまんま復習につながるようなものがあればなと思うんですよね要するに重複してプラスアルファでで稼げる形です。まあ、その一番いいのがですねサラリーマンとして何がしかの実績を上げた時にその実績を上げた時の工夫これをコンテンツ化して販売することです そうするとね、同じ立場のサラリーマンさんでなかなか成果が上がらない方のヒントになると思うんですよそういったものが復習になれば自分のサラリーマンとしての実績や経験がそのままお金になるってことで手間がかかんないと思うんですよねこれが一点もう一つはですねサラリーマンとして失敗をしちゃった、<laughs> なんかミスっちゃった成績を落としちゃったみたいなことがあると思うんですよね、じゃあそういう時にどうやって フォローアップするか、どうやって立ち直っていくか。もしくは、誰かがミスった時にどういうふうに助けてあげたか。こういったマイナスからプラスへ転じた経験とか、あそういったね、工夫とかがあれば、それがそのまままたね、情報商材になるわけですよね。で、この二つって、日々サラリーマンさんに訪れることであり、日々自分の糧にしたいことだと思うんですよ。まあ、ですんでね、こういったサラリーマンとしての経験が、業種を飛び越えて、 年齢を問わずに役に立つことそういったものに変換してですね商品化するとよろしいかと思いますいかがでしょうかでもこの2つのコンテンツなんですけどもサラリーマンとしてきちんと働かないとできないんですよねサラリーマンとしてピシッと働かないと実績を上げてその実績をどうやって上げたかっていう商品にもならないですし一生懸命やるからこそミスをする いろんな挑戦をするからこそミスも多くなってくるそのミスに対してフォローアップをいただいたり改善したりミスをする前よりも強化される自分っていうのになっていくわけですよねこういうふうなのも実績であり経験だと思うんですよさあこれも一生懸命サラリーマンをやってないとなかなか出てこないことなんですよねつまり平均的なサラリーマンを演じてる限り大きな成果もないしちょっとした失敗もなかなか起きないしましてやそれをお金をいただけるものにまで消化できないっていうことがありますんで 副業をしたりね、副収入を得ようとすると、サラリーマンとしても育っていくってことになるんですよ。逆に言うとですね、こういった成功例とか失敗例がないサラリーマンっていうのは、最もですね、危ない将来を危ぶまれるサラリーマンです。特に人生100年時代と言われるようになってですね、70歳とか75歳まで男っていうのは働くことを求められる時代になってきました。 その反面会社は45歳定年説が今出てるわけなんですよ。会社勤めしようと思うと50代まで働けるのか分からない。45五過ぎて働こうと思ったら待遇がめちゃくちゃ落とされる。そういった時にサラリーマンとしてはそうやって45歳で定年をさせられるかもしれないけどもでも一人のビジネスマンとしては45からが本番だと言えるようなねそんな副業の育て方をしていないととんでもない ややばいここととになるなる思ううのが私が私ってねサラリーマンさんをずっと見ていて思うことなんですよね。これは世の中の多くのサラリーマンさんを分析していてみんな同じように悩んでいてその悩みを同じように解決できないってことに対する2つのアドバイスでした。ね、今日は2つのアドバイスさせていただきました成功例失敗例、ね、それぞれ両方とも商品になるってことですそしてですね人に物を伝える時にはトークスキルが必要になってきますトークスキルね どうやって鍛えるのかというと自分がトークしているところを自分で聞くってことなんですよまさに YouTube 活動そのものがそれに当たります不思議とねサラリーマンをしているとだんだん口を聞かなくなってくるんですよでもこうやって YouTube 活動って常に喋ってる仕事ですから少なくとも喋りは上手になるんですよねで喋りが下手な人がはっきり言って世の中溢れてます自分の気持ちを伝えることコミュニケーションを取ることすごくね苦手なんですよみんな だからトークスキルが上手になることも商品になるんですよね。どうやったらトークスキルが上手になるか。こういったものもコンテンツとして販売できる重要な商品になります。特にサラリーマンの方、夫婦、恋人を探している方、みんなね、伝え方が下手なんでうまくいかないことが多いんですよ。伝え方が上手な人は営業も件数上がりますし、伝え方が上手なら社内で人気者になります。上司や部下への 覚えも良くて、社内ですごくね、元生やされる存在になるんですよね。えそして、伝え方が上手なるは、飲み会行くぞって言った時にも、みんながね、おあいつと飲み行くと楽しいからな。わわ、行くぞーみたいな感じになるんですよね。喋りが下手だと、あいつと一緒にいるとなんか空気悪いよね。あいつのまた無駄話聞かされるのね、嫌だね、みたいになっちゃうんですよね。<laughs> うん。だから話が上手っていうのは、究極はお笑い芸人ですよね。お笑い芸人さんは、ただ喋ってるだけなのに、 みんなの気持ちを高揚させてくれて楽しい気持ちにさせてくれます。そして、やる気にもさせてくれますし、うわー、うまいこと言うなーっていうふうに一目置かれるわけなんですよね。まあそういったことが様々ありますので、参考にしていただければと思います。えそして、子育て論についてですけども、子育てをしていてね、こういうふうに感じたことってないですかね。あ,あお金がもうちょっとあったら、これ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 してあげれるのになーとかね。いや、時間があったらね、本当はこういうことしてあげれるのになーと でこういった本当に自分がやりたいことお金があったらやりたいこと10銭時間があったらやりたいこと10銭子育て編みたいな感じでずっとトークを重ねていくことも一つのねコンテンツとか人の共感を呼ぶことになりますので、えー、利用していただければと思います子育てっていうのは育児保育療育3つの学習がポイントになってきますでもなぜかね多くの人は 育児も保育も療育も学ばないまんま子育てに突入するんですよつまりは地図のないようなナビのないような旅に出るようなもんなんですよそれはいろんなところで行き詰まったり崖に落ちたり怪我をしたりすると思いますもちろんそういう経験を通じて体当たりでね子育てをするのもありなんですけども知っておくことによって避けれるトラブルがあるとしたらそれに越したことはないと思うんですよねで私は ちょっと私の話では恐縮なんですけどもこれで終わりますからねすいません私は今から5年前に子供がこれから不妊治療でできるなと思った時に自分の体力をつけることをまず一つ目に決めましたですんで2年間山登りをして山登りをしながら速乾塾のライブ放送をしていました山登りは1日に1時間から2時間に及びました体力を下半身を強化するためです えそして、下半身が今日ができたときに、今度は次の2年間で筋トレをしてですね、上半身を作ることをしました。おかげさまで、今でもね、えー、15キロになる。<laughs> 15キロですよ。<laughs> うちの息子は。<laughs> 15キロにもなるね、うちの息子をね、ひょいっと持ち上げて、いくらでも持って歩けます。ですので、ベビーガイいらずです、私は、えー。そしてですね、もうすぐ2歳になる私の息子なんですけども、3歳になったときから、 武術を教えようかと思います文武両道の「武」の方ですこれは学校や地域社会では教えてもらえないことですんで親が責任を持って教えなくてはいけないかなと思います自分を守る武術家族を守る武術大切な人を守る武術こういったものは親がまず身につけてないと子供に教えることができませんので私は今リアルタイムで去年から2年間かけて武術をやっております牧人をね片手取って 工夫をやってますね。えー、そしてねこういったことできるようになったら今度はどのような気持ちで生きていけばいいのか精神を教えていこうかなというところがあります、まあ、こちらについてはそこそこ自信がありますので改めて学び直すことはないと思いますけどもまあけどね今の時代にあったそしてもう一個言えばね未来の精神論について考えていかなくてはいけないかなと思ってますどうしてもね 私ももうすぐ50歳になってしまいまいす昭和の根性論なんですよそうではなくて未来に通用するハイブリッドなねグローバルな精神論これが子供に教えるべき、まあ、精神論になるのかなと自分のこれは経験からではなくて未来の予測とか未来に対する学習からしか生まれないのかなと思います 父さん考え方古いんだよって言われるのはまあ目に見えてるんですけどねでも古いと言われながらもその中に回答を生み出していくしかないかなと思いますし同時に新しいものに対する柔軟性も持っていかなければ単なる老害になるのかなと50を控えた私が思っておりますはいということでね子育て論に関しましては、えー、商品も売れたんですけどもでもねそれに慢心することなく新しい ビジネスも少しずつ簡略しながら行こうかなというところが私の考えでございます。はい、今回の動画参考になりましたら幸いでございます。えー、それではね、またメッセージの方をお待ちしております。えー、そうですね。まあ、キーワードとしてはね、このままではずっとこのままだということですよね。うん。なんとかね、もがきあがいて、風穴を開けていただきたいかなと思います。えー、そしてプラスアルファ、ちょっとだけ言わせてください。 みんなの銀行というアプリは稼ぎやすいんで、ぜひね、会社の方でも広めていただきたいかなと思います。えそして、A8net をはじめとする自己アフィリエイト。これも、お金を稼ぐために、ものすごく簡単な道です。特にこの夏は、ウォーターサーバーをつけることによって、お金を稼げた例が何点かありました。そして、3つ目。モッピーというポイントサイト。また稼ぎやすくなりました。<laughs> え最近でしたらね、えーと、パパ活アプリで儲ける方法なんてのもありますしね。 それから、これから、うんと、マンションの投資。こちらの面談を、ズームで受けることによって、1万円とか2万円っていうものがあります。もちろん、マンションの投資の面談なんで、年収の縛りがあります。年収が、基本的に500万以下だと、この面談を切れないんですよ。つまり、マンションを買う余裕がないというふうに判断されるんですよね。えー、こういったことがありますんでね、えー、ちょっと、一定の縛りはありますけども、うん、まあ、モッピーというポイントサイト、 あれから私もね1年経ってですね去年の今頃始めたモッピーのポイントサイトですけども1年経って案件がガラッと変わりましたんでまたね11月12月は集中的にやっていこうかなと思いますインターネットの光回線の切り替えも私は1年をもうすぐ迎えますんで切り替えができるようになりますんでね a 誉控えからまた別のところに変えようかなと思ってますしそれから電気代の切り替えに対しても報酬が出ますしねさまざまなものが増えてますんで またポイントサイトモッピーの方、私が気づいたのがありましたら、またレポートしようかなと思っております。以上です。長くなってすいません。ありがとうございました。